パチンコ、コロナ禍でもボロ儲け、売上10兆円超え。大黒電機によりますと、2020年のパチンコの市場規模が、売上が14兆6000億円、あらりが2兆3500億円となったことが明らかになりました。こちら、前の年と比べ27、27%の減少となっておりますけれども、それでも売上はおよそ15兆円。 あらにも2兆円となってしまっており、今も日本において大量のお金がパチンコで漏出されていることが確認されてしまいました。こういったパチンコ、ギャンブル依存症の原因となってしまい、国民に大きな被害が生じてしまっておりますので、日本政府には、 パチンコについて、せめて、監禁だけでも完全に停止していただき、これ以上、このようなパチンコによって、国民が被害に遭わないように、速やかに厳しい対策を講じていただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。